スマホの悲劇は終わらない。お店のフリー Wi-Fi あるんだ。私の生活が盗み見されてたってこと。相手は何人も人を殺してる凶悪犯ですよ。やっと会いに来てくれましたね。かがやも見えません。お前、なんで私が狙われるの。みのり、実はさ、スマホを落としただけなのに囚われの殺人鬼。